コールマンブリッジはシンガポールに存在する自動車用の橋。ヒルストリートやニューブリッジロードに接続しており、クラークキー、レストラン、バー、カフェなどが集まっている地域のこと。付近のシンガポール側にかかっている。橋の一部はダウンタウンコアと都市計画区域、両者とも中心業務地区近くに位置するの境界線を成している。シンガポール側にかかる橋としては、 コールマンブリッジは2番目に建設された橋である。1840年のシンガポールには、シンガポール側にかかってオールドブリッジロードとヒルストリートにつながる、レンガ造り、当初は礎石造りだった、の橋があった。また、その名をコールマンブリッジといった。橋は9つのアーチを有しており、ジョージ・ドラムグール・コールマン、1895から1844年、 アイルランド人の建築家の名前をもじってコールマンブリッジと名付けられていたのであった。シンガポール発の建築物でもある。橋の名は新しい橋を意味し、橋の南端のニューブリッジロードの由来ともなっている。1865年、橋は木造のものに置き換えられたが、盤石な建設ではなかった。この木造への置き換えのために政府は1万ドルを費やした。 1886年には木造から鉄骨のものへ置き換えられ、この橋はシンガポールで最も魅力的とされていた。その後は一世紀ほど持ちこたえたが、増大していたニューブリッジロードとヒルストリートの交通流に耐えきれなくなった。1986年、ついに鉄製の橋は破却され、現在のコンクリート作りへと建て替えられた。しかし、おしゃれな街灯や、 鉄製のガードレールは、現在の橋にも受け継がれており、かつての姿を忍ばせている。コールマンブリッジは、関東語で、2番目の通路の橋を意味する、歌里という名称でも知られている。A.B.G. チャンドレーダーズ、ティエンチョンピン、ブリッジングザギャップ、ザストレーツタイムズ。ありがとうございます。